投資の可能性を忘れた人にこだわりです。今日はですね、視聴者からいただいた銘柄検証ということで動画を投稿していきたいと思います。コメント欄のところにですね、ちょこちょこ銘柄に関するねコメントがあったりするんですけども、私がですね結構知らないような銘柄もありまして、まあ取り上げてみるとね面白いなと思ったので、まあいつものコメント返しの中でも個別銘柄の話題に絞って話していきたいと思います。今日はですねトルコのねちょっと田舎でやってまして、若干うるさいかもしれませんが、ご了承いただければ幸いです。では始めていきましょう。はい、ではですねどんどん見ていきたいと思いますけども、まず最初にですねこちらの方からですね、電気代がね上がっていますが、オール電化は今後難しいかもしれません、林内や能率は上がると思いますか、という内容の質問です。日本もですね電気料金の値上がりが進んでまして、原発をね稼働させているね九州を除いてこの通りの上げ幅、地域や家庭によっては4割以上ですね値上げするというところもあります。こんな状況でね、オール電化なんてやっていたら、家族のね、人数も多ければ余計に怖いですよね。その点ですね、エネルギーのリスク分散もあり、ガスなどの他のエネルギーインフラのですね、重要性がまあ再認識されていると思います。まあその関連で、まあ林内や能率といった、まあ給湯器メーカーがですね、まあ利益を上げるんじゃないかと。まあ確かにありそうな想定ですね。チャート等を見る前に、一旦ですね、代表的な2社をね、比較してみましたけども、まあ似たような形で、まあ製品としてもそこまで違いはね、私調べてもわからなかったところではあります。時価総額で比べると、能率が913億円、林内が4508億円。ただ従業員数で見ると、能率はですね、比較的減少幅が大きいんですけども、林内はですね、逆に伸ばしていまして、まあ業績としてもですね、まあ能率が比較的停滞しているのに対して、まあ林内はね、上がってきてると。まあそういった違いはあります。PBR とかで比べてもですね、能率の方が配当利回りは高いんですけども、0.71 倍と割安。林内は配当利回りこそ 2% ですけども、まあ PBR1 倍超えと、まあ比較的ね、買われているような形で、まあ状況としてはある程度ね、分かれているのかなと思います。まあいくらですね、電気代が高いからといって、まあガス代も同じように上がってますし、まあ給湯器自体もですね、半導体不足で調達が遅れていたりと、まあそういったね、リスクもね、あったりします。さらにですね、国内市場が縮小していくことを考えると、まあ海外売上をね、伸ばしていくかどうかっていうところが重要なんですけども、その点でも能率が 32.8%、林内が 55.8% と、まあ海外売上を伸ばしてまして、このあたりが、まあ2社のですね、まあ業績の違いにも、まあ影響してるのかなと思います。ただですね、チャートを見てみると、比較すると業績が良くなかった能率の方がですね、順調に上がってるんですね。林内のチャートがこちらでして、長期でもですね、意外とこう行ったり来たりというような形で、なかなか綺麗なね、上昇とはね、いかないチャートなのかなと思います。林内のですね、下落はよくわかりませんけども、能率に関してはですね、まあ全体的にこう業績が横ばいの中で、まあ配当利回りが高くて、それでいて株価市場がね、割安だったというところから、本当にですね、割安感が主となって買われているような、まあそんな状況な気がします。売買代金を見てもですね、1日ね、5億円もいかないので、まあ小さいのですが、ただですね、大きく売られるような要素も少ないので、まあそういったところがですね、買いがちょこまか入って上がってるのかなと、まあそんな風に思いました。ガス給湯器に関しては、まあインフラですので、年代問わずですね、一定ね、需要が発生して、定期的な売り上げが見込めますけども、逆に言えば大きくですね、上昇値が見込みづらいので、だからこそですね、海外売り上げを、まあ今後伸ばしていけるかどうか、その点が重要になっていきます。まあその意味ではね、株価下げてますけども、5947の林内みたいに、まあすでにね、国外で、しっかりですね、販売して伸ばしていっているのは素晴らしいと思いますし、それに加えてですね、今後の円安や天然ガスなどのエネルギー価格の動向、まあそのあたりもね、気をつけて見ていっていただければなと思います。で、続いて、ゆず4456さんから、レーザーテックですが、代替品が出てくるという噂があると聞いたんですけども、何もご存知ないでしょうか、自分はどこが作っているかわかりませんかという内容のコメントをいただいてます。半導体マスクブランクス検査装置のシェアトップの6920のレーザーテック。まあこの通りですね、もう爆上げという状況だったんですけども、検査装置の分野では当然ですが、競合他社がいます。代表的なのですと、オランダの半導体検査装置会社である ASML。ここがやっぱり強いですね。まあ昨今のね、半導体株の急騰で、この通りね、上げてますけども、直近でもですね、4月から6月の売上高の見通しが予想を回り、それでいてですね、世界の半導体チップの約 85% の製造に関わっていると。NVIDIA にですね、負けず劣らず、まあ支配的な半導体製造企業の一つでもあります。業績を見てもですね、この通り4年間で2倍と急拡大していまして、当然ですが、今レーザーテックはですね、独占しているマスクブランクスの露光検査装置、そこに対しての参入も考えられます。またですね、まあ、全分野にわたって半導体装置を提供しますんで、まあ、例えば今米国と中国の対立によって、半導体のですね、生産拠点の見直しが行われてますけども、まあそういったところにも、まあ影響ね、及ぼしていますんで、引き続きですね、強力なライバル会社の一つとして、ASML 認識してもらうといいんじゃないかなと思います。はい、続いて、アツシさんからですね、初コメント失礼しますと、NTT の優待に関して、今ですね、100株保有して2年以上持つと D ポイントがつくんですけども、分割後の100株でもそのまま2年後の1500ポイント、5年以上保有の3000ポイントが適用されるのではなかったのかと、まあそういったコメントがありました。これ私もですね、カバーしきれてなくて、どうするんだろうなと思ったんですけども、まあ NTT のですね、ホームページにも、株式分割以降もですね、D ポイントの申請条件に変更はございませんと記載があります。なので、アツシさんが言うようにですね、分割後も条件は変わらない。ということはですね、今約4000円の株価で100株持ってもいいんですけども、例えば6月
末の分割までに NTT の株を4株保有して25分割されると保有株数が7月以降は100株になるんですね。例えば今の株価で4000円で、まあ、ミニ株とかで4株分、まあ、1万6000円投資したとして、それがですね金額変わらず100株に7月以降はなって、でその状態で2年以上保有すると1500ポイントの D ポイントがつきますんで、まあ、それだけでも利回り 10% 近く、さらに配当金も上乗せされて5年以上もとですね3000ポイントにもなりますので、まあ、投資者資金に対して利回りもですね相当上がります。まあ、そもそも1万6000に対しての、まあ、D ポイントの利回りになりますので、まあ、そんなに規模の大きい話じゃないんですけども、まあ、でも少額でも効率よくですね、まあ、ポイントを通してねリターンを上げるという意味では、まあ、有効な戦略なのかなと思います。これに関してはですね、まあ、6月末までに変更があるかもしれませんので、まあ、逐一ですね、まあ、ニュースをねウォッチするようにしましょう。はい、次いで加藤さんからですねプログリッドについて見解を聞きたいですと。プログリッドはですね今急成長中の英語の学習サービス会社で、専任コンサルタントによる英語コーチングサービスのプログリッドを中心にサブスク型の英語学習サービスシャドウテン、まあ、イントネーションは、ね、よくわかんないんですけども、まあ、そのようなサービスを提供しています。この通りですね英語の学習サービス特化で急成長していまして、私もですね上場する前から、まあ、広告等で存在はしていたんですけども、マーケティングが強く、まあ、かつですね、まあ、専任の、まあ、コーチというかコンサルタントがついてオンラインでですね伸ばしていけるという点が、まあ、強みでもあり、私もちょっとですね参考にしてたこともあります。昨年上場したんですけども、そっから爆上がりでして、すでにですね上場来安値から8倍になっています。まあ、時価総額がね小さいのもありますし、まあ、PER や PBR のベースから見ても、まあ、かなりね、まあ、成長期待の割高な銘柄ではあるんですが、急騰のきっかけとしては1月の決算後のこの出来高急増ですね。こっから大きく上がりまして、その後もね高値をキープしながら着々とね大相場になっております。この出来高の、ね、差がやや極端ではあるんですけども、工業数に止まって出来高急増して上がった場合、まあ、特に株価ラインがこの1月当時みたいにですねそこまで高くなかった場合ですね、まあ、このパターンは大相場にね結構なりやすいです。まあ、プログリッドに関してはね完全に結果論にはなってしまいますけども、まあ、業績好調で割安圏からの出来高急増で、まあ、上がっていったねケースとして見てもいいんじゃないかなと思います。まあ、ここまで来るとですね、まあ、見ての通りだいぶ高値圏には来てますけども、一方でこの辺に入ったですね、まあ、大口資金が抜けていませんので、まあ、意外とですねこの後も強い上昇になる可能性もありますが、まあ、逆にですねこういった成長株は売られるときはですねもう出来高急増してもう大陰線でいきなり暴落ってこともね結構あったりします。特に決算で、まあ、予想通りの成長や逆に予想にね満たないような結果が出た場合は、まあ、失望売りのような形で下落するようなこともありますので、ある程度ですね大きなボラティティを想定した上で、まあ、取り組まれるといいんじゃないかなと思います。いやーノ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 ーちょワンちゃんワンちゃんワンちゃんノー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 撮影中撮影中そうそうそうよし。で続いてジェニーさんからですね、ジニーさんかもしれませんが、前に紹介されていた423のウルトラファブリックスホールディングスを上がって、まあ、すぐね売ってしまったんですけども、その後決算が良くて株価急上昇、早売りを後悔しました。ただその後またね下がっていって、昨日日付的にはですね6月の 2,3 日あたりですかねに買い戻したんですけども、どうしてこんなにいい業績の銘柄が下がってしまうのかが不思議ですという内容のコメントです。423ウルトラファブリックスホールディングスは第一火星と米国のウルトラファブリックス社を中核とする合成皮革のメーカーです。まあ、ブランドがねいくつかありまして、まあ各自動車、航空機、まあ、医療用や手袋など、まあ、幅広くですね製品を提供しています。ちょうど1月から3月が第一クォーターだったんですけども、最終利益は 4.2 倍増益で着地、まあ、非常にですね業績好調で、今期もね最終は、まあ、増収増益の見込みで、配当利回りこそ低いですけども、まあ、合成比較の分野自体が、まあ、世界的にも成長市場ですので、まあ、海外売上の多いですね4235のウルトラファブリック、まあ、継続的な成長が期待できます。長期で見るとですね、まあ、この通りの上昇チャートで、直近もですね5月の決算前までに上げて1回ね上がったんですけども、また結局下げてみたいな形のね、まあ、チャートとなっています。まあ、ただ長期のですねボラティティを見るに、まあ、あくまでこう変動幅の範囲内というか、まあ、そこまで気にされなくてもねいいんじゃないかなと思います。3月末に株式分割をねした銘柄の一つとして、まあ、動画で上げたんですけども、株式分割だとって結構下げやすくて、結果的にウルトラファブリックに関しては、まあ、上昇したんですが、まあ、さらにね5月15日の決算前に、まあ、業績のですね向上期待で上げていたというところもありますので、そういった要素も相まって、まあ、一旦ですね5月の中盤から下落したのかなと思います。まあ、ヒストリカル PR で見ると、まあ、長期で見ればそんなに高くないんですけども、まあ、ややね、上がってきたところでしたので、まあ、理想を言えば PR で15倍とか、まあ、そういったレベルまでね、落ちてくるところで買えればいいのかもしれませんし、まあ、ただ大きな過熱感はないので、まあ、長期的な保有なのであれば、まあ、目先のね、変動はあまり気にせず、まあ、じっくりとで取り組んでもらうといいんじゃないかなと思います。続いて、ポールさんからですね、下落中のキーパー技研の見通しについての考えを聞きたいですのことです。キーパー技研は自動車のですね、コーティングの会社でして、カーコーティング、洗車用ケミカル製品、洗車用機器の開発、製造、販売を行っています。
コーティングと洗車の専門店であるキーパーラボを運営していまして、まあ、その中で、まあ、競合他社には真似がいけない、まあ、独自のですね、コーティングが人気でして、ある程度成熟しつつある、まあ、日本のですね、自動車市場においても、この通りですね、年々ね、業績を伸ばしております。ちょうど23年6月が、決算月ですね。まあ、コメントのタイミングがありますが、下落中とおっしゃってましたけども、まあ、普通に6月に入ってからですね、まあ、順調に株価も推移しているように見えます。ずっとね、高値をね、保っているというところもありますので、まあ、少なからず、投資家からのね、買いが入っている銘柄と思われます。今後の見通しに関しては、懸念材料としてはやはり、まあ、日本における自動車のですね、販売が、まあ、年々ですね、落ちているということ。新車の販売ですが、年間ですね、500万台を超えることはおそらくもうないでしょう。まあ、なので徐々に縮小していくという点が、まあ、やはりネックですね。まあ、ただそれはあくまで長期の話であって、直近は業績を伸ばしていまして、まあ、かつね、エネオスなど全国のガソリンスタンドと提携してますんで、販売経路が安定しているという点は魅力的なのかなと思います。まあ、現状好業績の中で、5年平均の PER で見ると、まあ、15倍程度ですが、比較的ね、割高な水準です。まあ、それだけ買われているという、まあ、裏返しでもあるんですが、まあ、確かにどっかで調整がね、あってもね、おかしくないかなとは思います。では続いて、山かなさんから、M&A キャピタルパターンズ暴落してますが、買いですかという内容のコメントをいただいてます。M&A キャピタルは、M&A の仲介会社でして、まあ、中小企業を中心に、M&A の仲介、アドバイザリー業務を行っています。近年のですね、日本のですね、経営者の高齢化、後継者不足もありまして、この通り業績は急成長。まあ、人手不足や、まあ、技術を持った会社の再編を考えても、まあ、M&A の分野は、まあ、日本国内における数少ない、まあ、成長分野の一つでもあります。平均年収も高く、採用にもね、力を入れてますので、まあ、営業力、提案力が強いのと、まあ、さらにね、独自のプラットフォームを持ってますので、まあ、膨大なですね、登録企業数の中から、まあ、最適なマッチングを行える。まあ、そういったところも強みです。ただですね、株価はこの通り下落してまして、2021年までね、大きくね、成長したんですけども、まあ、その後ですね、高値からね、半分、昨年また盛り返したんですが、今年に入っても下落しまして、6月にですね、年収安値の2971円を記録しています。株価としてはね、かなりね、安くなってますけども、一時的にですね、まあ、景気後退で、まあ、企業活動がですね、縮小しそうな点。あと要因としましては、まあ、3月のですね、シリコンバレーバンクの破綻によって、米国全体で金融機関の貸ししぶりが起こってきていることです。金回りが悪くなることによって、まあ、買収に関する資金はもちろん、まあ、普段のですね、事業の資金繰りに関しても影響が出ますので、まあ、そういった金融環境の不透明さが、まあ、このような、ね、下落につながっているのかなと思います。業績には悪くなく、チャートもですね、割安圏なので、まあ、私の推察比較的ね、間違ってないのかなと思いますけども、株価ですね、反発するとすれば、あまりですね、いいニュースが出ていないタイミング、そこでスルスル上がってくるんですよね。なので、決算とかね、もちろん確認しますけども、これに関しては悪材料を織り込んで、まあ、株価ですね、反発してくるような動きを、もうチャート上で割り切って見てしまう。まあ、そんな進め方の方が合ってるのかなとは思いますね。まあ、昨今ですね、NVIDIA 中心にですね、まあ、半導体株が大きくね、反発、上昇しましたけども、まあ、優秀な会社であれば、まあ、成長期待が減速して、大きくね、売られることもありますが、まあ、会社の実態としてですね、成長が続くのであればですね、結果的に買われて、高値を更新していくということはよくありますので、成長分野の銘柄で、まあ、強みがあって、まあ、かつですね、まあ、この通り売られていて、まあ、あまりね、注目されていない時こそ、まあ、長期投資の目線から、まあ、物色してみるといいと思います。動画の最後に、中長期でですね、成長していく銘柄を暴落時に、まあ、安く拾い、長期でですね、まあ、資産を伸ばしていく投資法について、チャンネルの公式 LINE の方で、講義動画を無料でプレゼントしています。どうしてもですね、YouTube でやると、銘柄系の話に偏りがちなんですが、ただ本質的に重要なのは、まあ、誰もね、見向きもしない時に、まあ、株を買って、長期でですね、伸ばしていくということ。高値更新の時に、買ってももちろんいいんですけども、まあ、何度も再現できるかという点と、まあ、ドローダウンの幅を考えると、まあ、やはりいい銘柄を安い時に持つということが再現性高く投資で成功するためのポイントです。もしね今日の動画いいなと思ったらぜひですね概要欄のリンクの方から LINE の友達登録をよろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンもしてもらえますと嬉しいです。若干ねちょっと外やってるので騒がしかったかもしれませんけども引き続きですね動画をお届けできればと思いますのでよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。